11月16日本日誕生日の兄弟たちよ、家族せよ、だっかい。いいですね。オトブロックに関してはやっぱ最近ハマってますね。ね、隊長、バクカラーの髪うまさ解き放てね、ちょっと中二病的なね。お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い1年になることを心より願っております。おめでとう。ピューレ。よし、というわけでですね、でここ最後3つ、わからん、みんなのコメントも。どうもマグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。本日もやってまいりましょう。本当に冷え込んでまいりましたね。大阪も寒いので、そうです、大阪なかなかね、なんか寒くなるのが遅いところですから、もういろんなところで寒いとそういう風に感じているのでないでしょうか。皆様も、お体にはぜひ気をつけてください。それでですね、本日謎の楽譜届きました。2つ、ほっ、今日のお帽子、カモン、お、いいですね。ドラゴン楽譜みたいなね。パク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 4波。はい、では早速突入いたしましょう。ハンネッタと思ったら夜手前ですね。いい音が流れております。さあ、夜でございます。皆さん、夜はしっかりと寝ましょう。かけるしいます。今日はね、音符ブロックが必要になってくるのに、音符ブロックもないし、レッドストーンも少ねえなあ。やっべえな、赤石がもう33しかねえわ。音符の数は足りるけど、リピーターがどうかなっていうところがあるんでね。ちょっと待ってね、待ってね。よし、というわけでですね、ちょっと攻撃でですね、レッドストーンかき集めてこようと思います。そんなにね、思いっきり数は必要ないと思いますんでね。行きましょう行きましょう。一瞬で集まった。いいね、やっぱり牧師、持つべきものは牧師だね。では本日こちらに届きました楽譜2つございますが、その1つは小規模のもの、ついでに作ってくれと、ついでに作るべきだと、そういうメッセージとともに送られてきたものでございます。こちら、次の楽譜の時、作る時についでいいので作ってみてください。そして画像はこちら。おそらく音符ブロックの叩く回数は同じものだと思われる。そしてもう一つ取れた楽譜はこちらだ。氷ブロックからスタート、クリック数は最初から順に、はい、細かく数字が暗号のように並んでおります。下に置くブロックが氷か土でか空気でいいと思います。そして、画像はこちら。この2つだ。2つ目にご紹介したいものが、中心とし、もう一つついでに作ってくれというふうに書いていたので、今回ついでに作らせていただこうと思っている。この2つ完成し、ぜひ皆様に披露させたいと思っております。何の結果を解明するところまでが今回の動画の内容だ。それではサバニに到着する。到着、はい、到着いたしました。最近ちょっとここのエレベーターの調子が悪いので、そのまま突入ですね。毎回音符ブロック全部鳴らすのもどうかと思いますし、まだまだスペースありますね、見た感じね。それでは始めてまいりましょう。まずはだな、ここにちょっともろもろの準備をさせていただきたいと思う。 11×11 のスペースが必要となってくる回路です。さあ、ご覧ください。これが、皆様に2つ目にご紹介した2面の土台でございます。そしてちょっと下のシーランタが隠れてしまいましたので、ここに1つ照明を挟みましょう。そしてレバサシさんから、そうだな、画像をいただいて作ったのがあれなんですけども、あれを作った時に覚えたのは、リピーターを先設置するという方法ね。はい、それではまずあちらを装備いたしましょう。エビチリソースパックファイルダーオン。それでは参ろうぞ。まず1つ目、いただいた画像を元にちょっと置いていきたいと思います。次はここ、そしてここ、そしてこう、そしてこうは1個チン、そしてこう、そしてこう1個で、ここが1個チン、そしてこう
ちょっと滑りながらこうリピーターを置いていくと、なんかスケートリンクを優雅に滑りながらまるでダンスをしている。そう、浅田、そもそもずれてた。ここもまた一個ずれてた。ここもまた一個ずれてた。で、ここ最後3つ。おお、リピーター足りるかもしんない。へへへ。1つ目のブロックから設置していきたいと思います。まずは8、そして3、次が8、次10。何今の、ちょっとラグったん。次12だね。次8だね。次10。めんどくさいんで飛ばします。並べ終えることができました。それではボタンを設置し音を聞いてみましょう。参ります。おお、どっか俺これ遅延いらないんじゃないの。もう一回やってみるわ、もう一回やってみるわ。今んとこ遅延いらなかったかもしんないね。これもいらないか？どっか無駄に遅延させてしまってんのかな、あれ。あのメロディーですよね、これ。電車に乗らなきゃならない。やばいよ。ぐる、JR が来たよ。JR、早すぎて歌詞がつけられない。俺たちいつも頑張ってる？いつも頑張ってる？俺たちいつも頑張って、何かの電車の音のような気がするんだが、うーん、思い出せねえ。コメント待ってる。ではもう一つの楽譜作ってまいりましょう。次のスペースとして、幅としてね、向こうに作るかな。うん、こっちにしようかと思う。標界いっぱい持ってきたから、今日標界を中心としてやっていこう。ここにインプットなんで、別は普通のブロック、金ブロックで金ブロー開けて、金ブロー開けて、金ブロー、うん、こんな感じだね。で、ここつな、ああ、ああ、おいで、この金ブロックの隣に、はい、これで土台は完成です。土台が完成いたしました。それでは並べていきます。いつものようにリピーターを並べていきましょう。1、ここは最大遅延1つで、ここも最大遅延1つ、そしてここも最大遅延で1つ。おお、危なかった。リピーター足りました。では音符ブロックを並べていきます。ここがスタートです。そしてこう2つ置きます。両方とも10。さすがろえあきゅるえさすがろえあきゅる。次7。えさすがろ7。えさすがろ。次10ですね。はい。ああ。えさすがろえあきゅる。えさすがろえあきゅる。次15です。最後。えさすがろえあきゅる。えさすがろ。えさすがろえあえあえさすがろ。完成いたしました。ではお聞きください。なんだろう、なんだろう。今日の楽譜2つ作ったけど、聞いたことあるがはっきりとわからないものが2つできてしまいました。電車だよな。え？ JR かな？ちょっと待ってくれ。わからん。みんなのコメントを待っているが、両、電車と、こっちは、ああ、これも電車っぽいんだけどな。なんか電車っぽく全部聞こえてしまうわ。電車だし。iPhone だし、 iPhone だし、楽しいなこの場所。以上。
謎の楽譜、今日は2つでございました。ではありがとうございました。みんなほんとコメント待ってる。どっかの電車の音だったような気がするんだよな。思い出せぬ。それでは兄弟通信ということで、これを聞くと、これね、ほんと音符ブロックの時のアンケートですよ。大阪を思い出す 84% 思い出してくれてありがとうございます。甘い思い出や苦い思い出もねあるっていうね。あー、やっぱり音を聞くといろいろ思い出しますよね。例えば失恋をして泣いて帰った時に聞いた音楽だなっていうのイメージ残ってたりとか、誰か好きな人に会いに行く時に聞いてる音楽だったりとか、遠くに住んでいる彼氏彼女の家に行く時必ず地下鉄御堂筋線に乗って行っていたねとかね、そういうのがね、思い出として蘇ってくる音っていうのはすごく大事だなっていうところを私も思ってますね、常々ね。中にはですね、ちょっとスクショ忘れちゃったんですけれども、こう音楽を聞くと風がスッと流れていく、こう電車がねこう来ると風が来るじゃないですか。あの風を思い出すっていうね、ちょっとこうノスタルジーなね、コメントもありました。なんか、いいよねそういうのってね。はい、ハッピーバースデー画像ですね。フレニアンさんでございます。いつもほんとずっと昔からですね、画像をくれてる方の一人でございます。いつもありがとう。それでは、明日の予定でございますが、明日はですね、ありえない村ちょっと行ってみたいなと思ってます。ちょっと一つ面白い企画がありまして、はい、これもねリクエストでね、やることなんですけれども、とにかく、楽しみにしておいてください。それではご祈願の方に参りましょう。よいしょ。本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。入れね誠にありがとうございます。それではマグクラ兄弟、そして私を応援してくださる皆様の幸せ、そして明日の企画の成功を祈願いたしまして、はい、アンマグラでーみょーちゃ。絶対なんかの電車だよね。謎の楽譜シリーズ楽しすぎます。どし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 楽譜待ってるよ。他にもたくさんいいのいただいてますが、順を追ってご紹介していきたいと思っております。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。よいしょ。パク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 4ほな。 P は NP に含まれないよ。っていうか、さっきほなって言っちゃった。さっきほなって言っちゃった。ほな。